この絵の部広は、江戸時代前期の苦業。御葉勢天皇の第四巫女。官位は、十一位、関白、左大臣。この絵の部忠の養子となり、この絵家十九代目当主となる。これによりこの絵家は、神別設計となった。慶長四年五月二日生。幼少は忍宮。母は、この絵咲久の娘、咲子。母方のおじ。 この絵信忠の養子となり、信忠の娘をめとる。しかし妻は、青侍と密通する、党仲は悪く、死去寸前の徳川家康に仲立ち依来等を行うも、結局は別居となる。慶長10年、元服姿勢後石下に除せられ、昇伝を許される。慶長11年5月28日、十三味に除せられ、苦行に劣する。慶長12年に、 県中納言、慶長16年に、県大納言、慶長17年には内大臣となる。慶長19年右大臣に進み、玄馬6年には、左大臣、玄馬9年には関白に干せられる。和歌に極めて優れ、おじであり、葛里宮を造営した八条宮友仁志新郎と、非常に親しく、葛里宮における交流は有名である。自筆日記として、 本源自称因記を残している。商法2年3月11日、出家し王さんと合する。慶安2年10月11日皇居、去年51。この家の菩提寺、京都大徳寺に葬られた。法名は、本源自称因王さん大運。この家実践は実子、実施、転戦は、養子転戦は婚姻関係。ありがとうございます。